はい、今日やってきた攻撃のオンとオフ守備のオンとオフあるよねいいでそういう中で特に攻撃は考えて展開から突破から突破にかけてフィニッシュへどう持っていくかよここは。今までトレーニングしたことはどちらかというとボールを失わないこと、ね、敵のチェックがはまらないことなおかつ時間スペースをうまく使うこと。 で今度はこの位置ペナの前この位置の中でどうボールを持者がフリーな時にどう前線が準備するか一番いいのは突破のプレーだよな。ね、でボールサイドを数的優位を作るのかで守備の方は今同数です先ほど言ったチャレンジファーストディフェンダーね じゃどう守備するのかそのかそチェック状況ボール保持者の状況を見てポジションをどう取るのかオフのポジションねそこも考えなきゃいけない特に一番やってほしくないのが当然、はい、マーキング開いて、はい、マーキングマーキングマーキング、はい、したらほら真ん中のスペース怖いよね極端に言えば5枚出して、はい、サポートして数的優位作られたら 困るでしょなだから基本的には中を締めるでサイドへ出さした時にサイドを同数にしてどうやって先ほどやってるようにファーストディフェンダー厳しいチェック規制次の狙い目持ってインターセフト極端に言えばボールを落とした状況でいけば大畑がマーク外して2一へ持っていくことも OK いい,いいですかはい,よい、はい、スタターートフリタッチよ オッケー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 、はい、あオッケー、いもう一回、あいパスの精度よ、パスの精度よ、敵をよく見て、攻撃の方、はいきよ、はいけ、ああ、ガードガッド、はい、イッアクション。 Okey okey